しました。気持ちはどうですか？もう一度聞くね。気持ちは？グッだね。だってこのワールドフェスタで世界旅行しているんだもん。ね、疲れたでしょうけど、少し美味しいもの食べたらすぐまたアップになります。今からね、とてもアップになるような、あったかい、なんていうかな、明るいリモカンの、さっきも言ったんですが、フィリピンっていう国からマイニラのダンスをしてくれるの、フィリピンのフォルクローリグループを紹介したいと思います。で、先にそのリーダーの方をぜひちょっとお話が聞きたいんですが、あんまり私が詳しくないので、今日はフィリピンは ものすごい場所がいっぱいあるので、四季がいっぱいある、いろんな踊り、いろんな文化があると思いますが、今日は何を楽しむことができますでしょうか。皆さんこんにちは。私たちはフィリピンから来ましたのフィリピン民族のグループです。名前はマイニラドフォークロリックグループ。今日は1番目と2番目の踊りは南の方にタハオとティボリって言うんですけれども踊ります。その3番目はシナキキですね。オンドリとメンドリのラブプレイですね。それはお楽しみの踊りです。で、一番最後はフィエスタなんですけれども、こういう感じのフィエスタだから、なんか5つの踊りの、はい、その楽しみにの踊りが踊ります。ありがとうございます、はい、フィエスタでは皆さんご存知だと思いますが、フィリピンはもともと昔が、スペインの王国の地域でしたよね。だからフィエスタって言ったらお祭り、まあ、パーティーとは言えるんですけど、そうです。さっきは向こうの石のステージで見たら、ものすごいこれはフィエスタだなと思いましたね。本当に明るくてとても楽しい音楽なので、よろしくお願いします。頑張って皆さんの日本の方たちにその文化を伝えるようによろしくお願いいたします。皆さんよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。それではマイニラの皆さんに大きな拍手で出迎えましょう。お願いします。よろしく。